ヒールを脱ぎ捨て、ルージュを脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。裸にならなきゃ始まらない一生の始まりさ。過去を脱ぎ捨て、昨日を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。瞳を隠して逃げ込むなら話にならないぜ。朝でも夜でも真っ昼でも恋はストリッパー。裸の触れ合い、春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー。見せるが勝ちだぜ。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。嘘を脱ぎ捨て、罪を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。男と女はアダムとイブ、可愛いものだよ。未来を脱ぎ捨て、明日を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。弱いとこも見せちまえば綺麗に変われる。朝でも夜でも真っ昼でも恋はストリッパー。人生のステージ。春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー。幕は上がってる。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。はい、こんばんは。今夜はね、沢田研二さんのストリッパーを歌いました。2020年9月の11日金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。今日遅くなっちゃったね、1時半回っちゃったけどね、全部今週土日休みなんだ。明日夜かけて土日休みだからさ、まあのんびりしようね。ちょっと天候も悪いからさ、ね、土曜日はさ、うん、ちょっとアウトドアできるような天候じゃないから、うん、のんびりしたいと思います。さて、今日も YouTube ライブしたいと思いますんで、ね、その前もう一回ストリッパー、ね。僕が小学校の高学年の頃ね、これね、懐かしいな。シールを脱ぎ捨て、ルージュを脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。裸にならなきゃ始まらない一生の始まりさ。過去を脱ぎ捨て、昨日を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。瞳を隠して逃げ込むなら話にならないぜ。朝でも夜でも真っ昼でも恋はストリッパー。裸の触れ合い、春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー。見せるが勝ちだぜ。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。嘘を脱ぎ捨て、罪を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。男と女はアダムとイブ、可愛いものだよ。未来を脱ぎ捨て、明日を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。弱いとこも見せちまえば綺麗に変われる。朝でも夜でも真っ昼でも恋はストリッパー。人生のステージ。春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー。幕は上がってる。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。このお前のすべてってとこじゃさ、おまたも入ってんだろうね、当然ね。当然、それは一番おまたも見たいんだろうな。うん。だから今日もね、YouTube ライブやりたいと思います。ね、YouTube でライブね、疲れた。生存確認の一環として、こんな風に動画アップしてます。ああ、ほんと、交番の中暑かった、ほんとね。そしてだけどね、で、こうやって今、いつもならこうやって腰を下ろすとさ、楽だな。立ちっぱなしながら交番の中で。
もう YouTube でライブ配信ね。セブン？セブン。明日休みだからさ、100円ショップ行ってみようかな、ちょこっとね。なんかセリアとかね、普段行かないね。2020年。9月の11日、木曜深夜。よし。見上げてごらんじゃなかったね。ここだ。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す。春の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて思い出す。夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜、思い出す。秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜もね、上を向いて歩こうを歌いました。2020年9月の11日、金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく。生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、ケアコさんこんばんはね。うん、残念。そう、いつも通りね。今日遅くなっちゃったね。うん。でも、無事帰ってこれたからね、こんな風にやってます。どうもね。おはい、ケイさんもね、遅くにありがとうね。じゃあ、今日のお夜食行こうかな。お腹ぷくぷくだ。じゃあ、今日のお夜食、今日も食べ物ね。まあ、昨日と変わんないけど、ほとんどね。今日もね、生揚げの炒め物。生揚げ美味しいんだよね、あれね。食感がお肉みたいで、でもお肉ほど高くないからな。生揚げ大好き。いや、今日も生揚げですよ。もう炒めてあるんで、ちょっと私入れて、温め直して。
今日のお夜食はね、生揚げと小松菜。どうもね、うん、生揚げと小松菜の塩コショウ炒め。今日は、ね、いつものあれ生揚げをね、三角形に切ってみて半分で塩コショウで炒めて、小松菜一株を入れて、まあ今日100円ぐらいかな。生揚げと小松菜の塩コショウ炒め、これで一杯いこうか今日のね。ほら、うまそう。じゃあ、今日の飲み物持ってくる。今日はね、ハイボール、ハイボール、レモン、ハイボール、レモンで、ハイボールのレモンでいこうか。ハイボールのレモン、あ、どうもね、生揚げ。そう、塩コショウ炒めです。小松菜ね、緑、うん、うまい、うん、これは80円ぐらいで生揚げ。小松菜1袋80円ぐらいの、その中の一部だから、まあ100円ぐらいか。やっぱり自分で揚げると安くていいね、これ。材料100円ぐらいだもん、これ。どう、小松菜と生揚げの炒め物にハイボール、レモン。だから、イエスさんどうも、イーさんどうもね、ゲートさんどうも。印刷工場よ、印刷工場。いつもと一緒よ、工場は。企業っていうのではない、ただの下請けの印刷工場だからさ。うん、あ、疲れた。分かった、印刷工場。ハイボールさ、では。明日は土日、ヨガ、土曜日休みですかね。ちょっとね、天候悪いんでね、やっぱアウトドア行けないね。天候良ければね、富津公園にね、キャンプ行きたかったんだけどね、しょうがないね。うん、日曜日は比較的良さげだけどね、日曜だけ良くてもね、天高無理なんでしょうがない。ね、ケイさんは分かった。ただ、いつも通り言い出す当番よ。はい、乾杯。あきあきさん、どうもね、今日はハイボール。今日生揚げ、じゃあ相模屋の生揚げをね、三角に切ってね、塩コショウ炒めね。うん、うまい。こういう切り方もいいな。うん、うまい。最高ね、これね、相模屋ね。普通のも竹板、筑前で白く半菜とか、その程度のやつね。サイズが一番でかいのは筑前かな。筑前。636の、969だっけ、基本的に。あ、そのやつね。白く前はうちはそういうのないからね、白く前は。一番でかいのは筑前のやつ。まあ、下請けです、大体ですね。こう待ってます、大体。こう待ってます。まあ、有名な人が天正印刷とかの下請けとかさ、そういう感じ。まあ、それで、詳しくは言わないよ、もう仕事のこと。もうそれだけ。仕事は仕事。うん、あ、死んだんだ。まあ、いろんなあれに立ててもね。一番でかいのは四六だの、四六膳っていうやつね。まあうちの子、まあ、そういうないけどね。生揚げ最高。今度食感がお肉見たらいいよね、生揚げってさ。うん、うん、うまい。小松菜、小松菜も最後だ。
あれね、いろいろこうね、なんか何もね、あとは別の会社の朝、あれ、この、いつもこの、相模屋以外の生揚げ、昨日買ったやつが安かったんで、それがあるか、いろいろこうなんか。そうか。デザインやってんだ、ケイさんね。すごいんだ。たまにあるよね、デザインの人も印刷工場来る人もいるね、立ち会いでね。ここだね、相模屋の生揚げな食感がね、ちょっとそれ分かんない、最大は何があるのか、ちょっとそれうちで、うちの工場じゃ一番でかいのは菊前だ。細かいこと分かんないな、そういうのね、いろんなことやってんじゃねえからさ、まあ仕事は仕事で、うんね、祝言が、うちの工場では祝言ね、祝言っていうサイズね、それが一番でかい。収録中かだっけ、だったっけ、収録中の636だっけ、まあ、636ミリと収録69ミリ、そのサイズが一番でかい、ね、うん、それはいい、本差し系なんかもその修繕にいくつもコマを取ってそれでやるわけね、うん、無事は今休み前は嬉しいな、どうしてもね、休み前はみっちり仕事に入ったらどうしてもね、それはしょうがないね、うん、まあ、昨日の部屋着いたらもう10時待ってたからね、うん、ただ単純な今なら意外とね、大きな紙に単純な墨に書くものとか意外と多いんだよね、単純なやつね、でかいやつに墨に書くとかね、墨に書くのやつをいっぱい面を取ったやつとかね、やつね、単純なやつね、それは言えないよ、それはもう最初、うん、そういうことは、ね、言うもんじゃないよ、うん、なのか、かわいいな、ほんとな、ね、なんかいつも女の子のことばっか考えてる、今日も電車の中で、ね、かわいい子いた、うん、帰りの電車の中で、ね、いたな、うん、ずっと見てた、で何も言わないから僕大丈夫よ、僕はね、田代さんみたいにね、手出さないから大丈夫よ、僕は一切行動はしませんからね、女の子見ていろんなことを思いを巡らすけども、一切行動しないから安心してくださいね、もう田代さんみたいにね、なんかやろうとしないから僕はね、大丈夫よ、僕はいつも電車に乗ってて可愛いなと思ってね、思いをいろんな思いを巡らすけどね、一切行動を起こさないから安心してくださいよ、うん、ね、田代さんはね、お股に突っ込まってたんだもんね、あの人ね、あのね、もうあんなことしないからね、大丈夫よ、僕は一切行動しないんで、自分の中だけで処理するんで、完全にただ、2半に早いもとこ、今日はこれ参考かなんで、もう目、持ってこようか。
ハイボール。じゃあ4本目。レモン。ああ。ああ。遅いけど大丈夫。ちょっと安心だよな。明日夜明けで休みだからな。のんびりできる。平日でこの期間こんなことやってらんないよ、もう。もう1時50分ぐらいになるっていうのに。まあ明日休みだからのんびり飲んでられる。はい、乾杯。だからさ、そのためにお金コツコツ貯めて、そのプランで行くんだよね。うん、はい、乾杯。なんだっけ、作家、あの、なんだっけ、師匠一つ作家のあの人よく言ってたよね、めんどくさい、あれなんだっけ、あれなんだっけ、いるよね、よくメディアに出てる人、作家さんでさ、師匠一つ作家でさ、ね、あの、いた、なんか、ね。でもそれはもう、作家だ、バカには別に、大したすごい使ってんじゃないもん。外で飲んでんじゃないからさ、スーパーとかコンビニで買ってっからさ。まあ飲食店だぶは大変だよな。今ほどよね、ほんとコロナの影響だろうな。飲食店どんどん閉店してるもんね、町にはね。うん、みんな、事務系なんかあれ、ね、会社に一日一日あんまり全然したくなったから、それもあるだろうな、きっと。時代を変えるかも、ほんと。このコロナがきっかけでさ、あれ、通勤っていう習慣が少なくなったらね、そういった通勤客目当ての飲食店ってほんと減るかもしれないね。まあ減ってんだろう、実際減ってるかもしれないね。まあそれはしょうがないな。あ、こんばんは、小田さんどうもね。今日生揚げ。今日も生揚げと小松菜の塩コショウ炒めでハイボール。今日はハイボールで宝のやつね。もう2本目です、これ。あ、もうこんばんはね。鏡ある生揚げを半分にして、こう2つ入ってるように四角いように1袋、それぞれ半分にして4つの三角形って感じでね、それをこんがりと塩コショウを炒めて小松菜で。これね、うん。あ、キャベツさんどうもね。土曜は休みよ、うん。夜が明けて土曜日ね。もう実際変わったけど、まあ気持ちとしてはね、夜が明けて土曜日休み。でもちょっとね、天候が悪いから、ね、アウトドア行けないけどね。アウトドア行かないけど、わからない。本当は普通公園キャンプ場にね、一泊で行きたかったけどさ、ちょっとね、土曜日天気悪いみたいなんで、場所によってはさ、冠水するような雨降るとか言ってるからね、天気予報。だからやめたね、しょうがない、しょうがない。生揚げうまいのよ、うん。しょうがないね。日曜日はね、比較的ね、今のところ予報を見てね、いいからね、日帰りで行けるかもしれないけどね。食べてませんよ、そのまま家に帰って。でも遅かっただけで、いつもそうじゃ食わないよ、ほんとそうじゃ。外食はね、アウトドアでしかしないかもしれない。ほんと、勝彦さんの外食はね、前にさ、歩き配信をさ、よくやってた頃はさ、配信途中にお腹空いたら店入ったけどさ、今それしなくなってでしょ。ああ、それなら中心になったためにさ、
アウトドアの場でさ、焚き火台で煮炊きして食うだけだよね、うん、それだけです。僕のでも外食でもね、まあ、そう、外で食うってことで外食ね、うん、普通一般的に外食で言ったら外の飲食店で食うことだけど、僕の場合はね外で食うことで外食だから、ね、まあアウトドア全般外食よ、うん、ね、山のテント場でさ、ね、バーナーでご飯食べて食うのはある意味外食。ありますそんなわけないだろうね、バカな人はほっとこうね、そういう人、ベップさんみたいな人はね、どうもね、うん、しょうがないね、ベップさん、どうも。わざんなわけないだろうが、まあ何もわかんない、バカはしょうがない、ね、お互い様だからね、ベップさんバカなら僕もバカだからね、どうもね、お互い様バカ同士、どうもありがとうね、うん、なるほど。うん。日曜日はアウトドア行こうかな、日帰りだけどね。土曜はちょっと天候悪いみたいなんで。うん。日曜日行こうと思います、日曜日。だから土曜日向こう町田行って、帰んないで、日曜日の朝から行こうかなと思ってる。そう、家、そう、普通に家で。うん。アウトドア無理っぽいからな。町田の部屋の方にさ、あれ、アマゾンで買ったやつね、また買っちゃったのよね、なんだっけ。アマゾンベーシックっていうとこでさ、75リットルのバックパック。あれ多分明日届くと思うんで、家に行こうと思う。やると。でさ、アマゾンベーシックってやっぱ、ある意味プライベートブランドだから安いんだもん、あれ。75リットルでもね、55ぐらいだけど、値段そんな買わないからね、買ってみたんだ。4000円台か。55リットル、50リットル台でもさ、4000円台だからさ、そんな買わないんで。今よく、この間さ、ね、行った、京滝川とかもあれ、アマゾンベーシックの50リットルぐらいのやつにあるんで、確か。75買ったんで、あれが多分明日届くと思うんで、町田行かないとな。楽しみよ。アマゾンベーシックって言って、アマゾンのプライベートブランド、多少寝頃感になるやつ、ね。そこでバックパックもあるんですよね。もう75買ってみたんで、多分明日届くと思いますね。今、うん、大丈夫。それを受け取らないといけないからさ。ちょうどいい明日。あ、ね、天候悪いからさ。ね、こういう時ちょうどいいよね、ほんとね。天気のいい日にさ、すごくつらいけどね。安部子さん、どうもね。まあね、餌という思う人もどんどん思っていいからね、それは自由だからありがとうね。もう名前で食べた後で、これあと小松菜か。あ、もうそうだね、もう、もう楽なのだもん、楽、ね。まあ、数年前のサンマはさ、あんま取れなくなってるみたいね。まあ、ね、なんだっけ。あ、韓国とか中国とかでさ、日本が今取ったところで取ってるみたいで。それは大丈夫かもしれないね、韓国。まあ、韓国サンマずっと不良続きをね、ニュース見てるとね、うん、まあ、まあでも買う分にはね、もともとサンマなら死んで買わないもんね、あれ高いね、その時に取れた新鮮サンマ食うような人ってもっとお金持ちでしょ。僕はもともとそうじゃないからさ。
冷凍もんだから関係ないです。締めの歌やめませんよ。いや、歌がやらず来ないでいいよ。昼間どうかな、それわかんないよ。歌が嫌な人来なくていいよ。歌が嫌な人来なくていい。行かれてませんよ。お互いさまようはするんだね、どうもね。相手もさ、今日はハイボールよ。あ、トロさん。これで、宝の焼酎ハイボールレモン。置いてるよ。そうね、まあい、まあ、あべこべさんも行かれてるのかもしれないね。お互い様にね。忘れてませんよ。まあ、行ったことは事実だもんね。忘れてません。そういうもん、言ったもんはしょうがないもんね。忘れてるわけはありませんから、そんなもん。そういうふうに多分、全部分かってますんで。別にしょうがないじゃん、言ったもんは。言ったからってどうもしませんが、どっかのね、バカみたいに自殺する人間じゃない。勝彦さんはね、バカみたいに自殺する人間じゃありませんからね。わざわざ言ったことにこだわらないからね。誰と言わない。勝彦さんは何度でも言います。どっかの有名人いるよね、自殺する人。あんなバカみたいに自殺する有名人じゃありませんで、僕は、ね、何度でも言う。勝彦さんはどっかの有名人いるよね、バカみたいに自殺する。岡田由紀子とかさ、ね、あいつらとは違いますんで、そう簡単に死にませんからね、大丈夫よ。そう、お互いさんバカだよ。人はみんなお互いさんバカだから。落ち着いて大丈夫。イージーなのも大丈夫よ。適当に流したから大丈夫よ。バカもお互い様よ。ねえの。じゃあこれで最後しようか。じゃあ最後の歌いこうか。まあ、飲み食いも終わったところで、じゃあ今夜最後の歌。皆さん遅くにありがとうございました。今夜の最後はこれで締めようか。今夜は最後はこの歌で締めたいと思います。歌がいろいろと来なくていいよ。最後はこれ、大滝詠一さんの幸せの結末。今夜これで行こうか。髪をほどいた君の仕草が泣いている夜で胸が騒ぐよ。振り返るのは終わりにしよう。他の誰でもなく、今夜君は僕のもの。寂しい気持ち隠して笑う。強がる君から目が
話せない昨日じゃなくて明日じゃなくて返したくないから今夜君は僕のもの踊り出す街に二人の今を探し続けてはしゃいだあのシーン。さよなら言うよ、うつろな恋に、いつまでも離さない。今夜君は僕のもの。走り出す街で、二人の明日、夢に描いて、見つけた夜明け、溢れる想い、抑えきれない、幸せな結末、きっと見つける。今なら言える、素直になれる、いつまでも愛してる。今夜君は僕のもの、今夜君は僕のもの、今夜君は僕のもの。Baby, you are mine. 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 はい、今夜の最後は大滝詠一さんの幸せな結末を歌いました。どうも。くまちゃんどうもね。まさんどうもね。皆さんおやすみなさい。じゃあありがとうね。また明日。遅くになりますよね。おやすみなさい。はい、終わりました。はい、ライブ配信終わったところで、今日のローカルの最後はこれ行こうか。今日ローカルの最後はこれ行く。ローカルの最後はこれ行こう。財津さんの切ってもない置物でオーラス行こうか。私からあなたへこの歌を届けよう。白い世界にたった一人の私の好きなあなたへ。年老いたあなたへこの歌を届けよう。心優しく育ててくれたお礼代わりにこの歌を知り合えたあなたにこの歌を届けよう。今後よろしくお願いします。名刺代わりにこの歌を別れゆくあなたへこの歌を届けよう。寂しい時に歌ってほしい遠い空からこの歌を。はい、今夜この辺で、ではまたおやすみなさい。ともね。